鎧はお体に合ってます？より頑丈になりました。礼を言う。あなた様のお役に立ててよかった。家族がいるんだ。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。やめろ、やめろ。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。
ルオタヤラはここで雇おうと思っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。さらしぬのか。わずかに違う。おそらく浅手だな。誰かの飯食ったばかりだ。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ。誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか。馬だ。猛虎、隠れろ。去ったな。行くぞ。はあ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるやな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。有塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。コウタロウ、聞いて、大変だ。どうした。みんな置いてきたのか。小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は。俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は。手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。ヤスカイ。
戦えねえ。キリがないぞ。騎兵、危ない。もうダメだ。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならば浅間浦に連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ。野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った、守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在処を皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。よし、かげ。
れが先の家、中の様子は。賊と戦ったのか。からだ、家を漁ったか。この地が記されておる。これはようやくお前と夫婦になれるだと。行きずりの殺しではない。中は十分、次は外だ。主を守ろうとしたようだ。多くの足跡が街道へ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。菰田の村、ここに賊が。腕試しといくぞ。さっきってはな、どうなった？ついた男と目をつ、ついた男と夫婦になろうと家族を殺し、そうとすぐ捨てられたんだ。男を殺すか。
頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。サキの家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。サキはどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。あだを打ったというのに。それはありがたい。きっとサキも成仏するでしょう。Chiharu! And you! Hasha Yavcho!
くれ。Энэ үнэг эснэг өлөх ёстой. Асыг адуурсан ойрой. Отолчлаа. Би харахгүй бай. Ямар нэг юм харвоо. Энэ харахгүй бай. Ловчод ихтэй болгоомжтой. Хадахгүй. Шумуу да? Бидэн зүү дайрч бай. Биг нэг холоос ак нахаар шиди түшэ. Хан.勝負! Явчоч, гэхдээ бухгамжтай. まさか殿。ジン、
家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。雅子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗、酒井家の旗だ。私の馬、私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。この先は岩場です。ここにも。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。
今は猛虎の手にあるのに。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。お主ほど情に熱い者は他におらぬ。礼を言う。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、雅子殿。
よし。尋常に勝負。Чи харуу? Очиж барь.
алдчихсан. Тэр энэ тавь байна. Хачуу тангаас нэмэр хүний нэмэргүй. この命すっかり諦めておりました。道中気をつけよ。자, 자. 生涯忘れません。さあ早く逃げよう。
です。奴らがいます。これで敵を釣り出せる。こっちです。待たせてしまったな。まだ生きてる。ありがとうございます。道中気をつけよ。
信。助けてくれ。動くな。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。よし、影。勝負しろ。どこで捕まった？カシネの浜ですが、今や猛虎の船の泊まり場です。本土での戦に備え船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。
사다 할 시대지. Арчила, арчи! Сипсикей бирк за атаки! Then they can move through.
내게 좀 할 수 있나?